この丸い方が人工の通称テレビ紙って言われてるやつなんですけど、こう絵とか文字が、まあ、中を伝わってですね、この表面にこう浮き出て見えるっていうか、そのここに映って見えるわけですね。まあ、テレビみたいなんでテレビ紙っていうふうに言われているようです。ルワクラトモミさんの顔がこっちにこう映って見えるの分かりますか。まあ、光ファイバーの塊ということらしいので、光が束になって、まあ、ここに、まあ、通過してくるというふうに考えればいいかなと思います。こちらはですね、天然のブレキサイト、天然のテレビ石ですけど、まあ、透明度低いんですけど、こちらはワシントンですね。横から見るとやはりこちらの、こちらの人工のテレビ紙と同じようにね、こう繊維の束になっているような、そんな感じがしないでもないですね。やはり浮いて見えますね。テレビ紙の紹介でした。